なかなかね、このミニモーグっていうのは単音なんだけど、まあ今エフェクターちょっとねディレイをかましてますけど、非常に多彩な音が出るの分かりますよね。実はね、パネルはシンプルなんだけども、ものすごい機能的にできていて、実際にね、このパネル上っていうのは信号が左から右に流れていきます。これはね、アナログシンセの基本なんですけどまずオシレーターっていうのがあって、オシレーターバンクという名前がついてますけど、全部でね、オシレーターっていうのは発信機という意味ですけど、 1,2,3,3 つあります。まあ今ね、でここにミキサーがあって、その3つの発信機を、オンオフできたり、ボリュームを調整したりとかできるんですけど、今1番のこのオシレーターだけを入れてます。そしてこういう音ですね。でここでレンジでオクターブが変わります。ずっと同じとこしてても、ね、でローって言ってローフレキエンシー、ものすごい低い音パチパチ言ってますね。でもう一つウェーブフォームといって、今ノコギリ波、サイン波、これあのサイン波とノコギリ波の習慣みたいなランプ波って言うんですけど、ノコギリ波、クケイ波、クケイ波の、ちょっと幅が狭まったやつ、でもっと狭まったやつ、というような6種類の波形があります。で、ここで信号が流れていって、ここのミキサーのところでは、ノイズもあります。ホワイトノイズとピンクノイズ。で、ここでフィルターというセクションに行って、音色を硬くしたり丸くしたり、レゾナンス、まあ、ここで、モーグではエンファシスって言いますけど、このミョンミョン言う感じ、これを入れると、周波数のある部分が強調されて、そこが発信します。このフィルターの感じがね、モーグらしさなんだよね。ね、オシレーターの質も含めて。で、ここにエンベロープジェネレーターといって、音の形を作るところ、例えばこれでエンベロープの量を決めてやって、ディケイタイムで減衰を作ったり、音色の減衰ですね、ちょっとふわっとさせて、でこの下のところの、ラウドネスコントローラーっていうところで、音量のコントロールこれで、ね、ふわっとこうこういうことができます。で最後はボリュームですね。ヘッドホンの音とか A の440の音が出たりとかね、そういうのがあります。でここの部分で、ピッチベンドとモジュレーション、またグライドといって、ポルタメントですね。これで、ね、音が滑らかに動いたりとかね。あとピッチベンドで、ここでも音程を変える。モジュレーションというところで音の揺れを作るんですけど、この揺れを作るのがね、実はミニモーグではこのオシレーターの3のセクションで、このローにセットしてやるとビブラートがかかるんですね。という
ね、ちょっと特殊な感じの、モジュレーション、まあ、変調という形になりますね。ということでこれシンプルに出来上がってるわけ。例えばあの音作りのヒントとしてはね、今オシレーター1個しか使ってませんけど、これを2個使うと一気に音がね熱くなるわけで、ここでちょっと、チューニングをするんですけど、ちょっとずらし気味にしてやるとモーグ独特のこの厚みのあるね、いい感じになりますね。これに例えばディレイをつけてやると、でこんな感じでこうかっこいいソロができちゃったりするわけですね。じゃあいくつかのね音色をちょっと作ってみながら、紹介してみましょうかね。